北大学の前身である東北帝国大学誕生の歴史は1900年頃、仙台への大学の設立が計画されたことから始まります。当時の日本の財政は困窮していたため、設置計画は危ぶまれていました。しかし後に第19代内閣総理大臣となる原敬の助言によって、企業が出資することが決まり、民間の寄付などから生まれた初めての大学となりました。こうして1907年、東北帝国大学は研究第一、門戸開放、実学尊重の理念をもとに日本で3番目の帝国大学として誕生しました。東北大学医学部の源流をたどれば、今からおよそ200年前、仙台藩が1817年に学問所明倫養賢堂から医学館を独立させ、同時に現代では大学病院にあたる瀬役所を設けたところまで遡ることになります。医学館は1872年に宮城県立医学校に改組され、その後東北地方における最初の官立医学校である第二高等中学校医学部、仙台医学専門学校と時代の変遷とともに名称や組織を変えながら、1907年に東北帝国大学が設立されたことを受けて、1912年に東北帝国大学医学専門部となりました。農科大学と理科大学とで発足した東北帝国大学は、さらに大学を挙げて医科大学の設置に尽力しました。そして1915年、東北帝国大学3番目の文化大学として東北帝国大学医科大学が設置され、学長には山形中樹が任命されました。その後1919年に医科大学が医学部となりました。設置当初の講座は基礎医学12講座、臨床医学12講座により成り立っていました。初代教授たちはドイツのみならず英米風の医学にも目を向け、世界の医学界をリードしていく研究を進めていきました。1941年に太平洋戦争が勃発すると、すぐに大学の在学年限の短縮措置が求められました。4月に入学したクラスは実際には3年間で授業を終え、大半の学生が仮卒業の形で大学を離れるなど、長期化した戦争は教育環境にも多大なる影響を及ぼしました。終戦を迎えると、日本の学校制度に大きな改革が加えられました。終戦の翌年から全国の関西大学において旧制専門学校からの入学が認められ、戦前には見られなかった医学部へ入学する女性も増えていきました。また1946年には国民医療法施行令が改正され、医師養成機関の卒業生は実地修練制度と医師国家試験が義務付けられることになりました。そしてそのような変革の中、1947年の教育基本法と学校教育法が制定されたことにより、東北大学は1949年、新生東北大学へと生まれ変わり、医学部も1951年に新生大学医学部として発足しました。また1940年代以降には、付属医院分院、付属学校、付属施設などの設置や開廃が行われました。長町分院は付属医学専門部学生の臨床実習を目的として設置されたもので、長町の地にあって活発な活動を続けました。もう一つの分院である鳴子分院は温泉の医学的研究を目的として設置されました。また付属学校として医学部附属看護学校、医学部附属助産婦学校、医学部附属診療 X 線技師学校、
医学部付属衛生検査技師学校が設置されましたが、いずれも1970年代に廃止され、その後設置される医療技術短期大学部の母体となりました。東北大学に大学院医学研究科が設置されたのは1955年のことでした。設置時の医学研究科は生理学系、病理学系、社会医学系、内科学系、外科学系の5専攻から成り立っていました。1987年からは大学院独立専攻の病態科学系専攻、1994年には障害科学専攻という世界でも非常に独創的な専攻を国内で初めて立ち上げるとともに、研究科の名称を医学系研究科としました。東北大学は全学を大学院に重点を置いた大学として3カ年計画で再編する構想を進めました。これを受けて医学部では1997年度から従来の講座を廃止して大学院に移し、1999年には大学院医学系研究科の拡充・整備が完了しました。大学院重点化完了後の医学系研究科は医科学専攻と障害科学専攻の2専攻からなり、医科学専攻には14講座、障害科学専攻には5講座が置かれました。東北大学医学部保健学科の歴史も長く、1913年に設置された東北帝国大学医学専門部附属医院看護婦養成所にまで遡ります。その後1953年に設置された診療 X 線技師学校、1962年に設置された衛生検査技師学校を母体として、1973年東北大学に医療技術短期大学部が併設されました。高度な医療技術を身につけた看護師など医療技術者の養成を図るため、2003年に発展的に改称し、医学部の中に看護学専攻、放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻の3専攻からなる保健学科として統合しました。2008年に保健学専攻、2010年には保健学専攻博士後期課程を設置し、高度専門職業人コースとしてがん看護、小児看護の教育カリキュラムを用意しています。また物理工学的側面から放射線治療の発展に寄与する人材を養成する医学物理士養成コースと、公衆衛生看護活動の基盤となる倫理的態度を持つ質の高い人材を養成する保健師養成コースが新設されました。東北大学医学部は東北大学病院との連携を密にし、清涼地区を含むキャンパスにおいてさまざまな関連施設の拡充を行ってきました。附属創生応用医学研究センターは基礎研究の成果をいち早く臨床研究に応用することを目的としています。東北大学病院は特定機能病院として高度先端医療を実施するとともに、医療技術の開発、優秀な医療人の育成に取り組んでいます。同院の臨床研究推進センターは基礎研究から橋渡し研究、臨床研究、治験への開発支援、実用化を目指しており、医療法上の臨床研究中核病院に全国に先駆けて選定されています。エコチル調査宮城ユニットセンターは日本で10万人のお母さんと赤ちゃんに参加してもらう大規模な全国調査の一部を担当しています。2011年3月11日の東日本大震災後には地域保健支援センター、総合地域医療研修センター、地域医療復興センターといった
被災地の医療の復興を支援するセンターが設置されました。また教育と研究の面ではセンター医療技術トレーニングセンターが実験動物を用いた手術トレーニングの施設として東北大学ケアサイエンス競争センターが人材育成、研究、エビデンスに基づく看護実践を支援する施設として開設されました。さらに東北大学包括的脳科学研究教育推進センターは学生へ脳科学の知識を包括的に与えることを目的として設立され、そして2018年にはニューログローバル国際共同大学院が文部科学省のスーパーグローバル大学創生プロジェクトの一環として開設予定です。東北大学医学部は1915年に東北帝国大学医科大学医学科が設置されてから2015年で100年目を迎えました。記念式典および医学部開設100周年記念ホール、清涼オーディトリアム学生式や様々なイベントが医学部環境整備も含めた記念事業として行われました。これまでの100年の歴史の中で医学への信念をもとに東北大学医学部の歴史を切り開いた先人たちの足跡をご紹介します。布施玄之助は黎明期の脳解剖学の第一人者です。スイス留学時にモナコー教授と制作した顕微鏡的人脳図譜は驚異的な精密さを持って世界中で使用される標準図譜となりました。本川浩一は日本に脳波学を定着させた研究者で日本の脳波学の父と呼ばれています。1927年には日本脳波学会を創設し、これにより東北大学は日本の脳波学発祥の地とされています。石田中夫は1960年に細菌学教室三代教授に就任したウイルス学者で第15代目東北大学総長です。仙台ウイルスや生癌剤抗生物質ネオカルチノスタチンなどを発見し、細胞遺伝学の発展、先進のがん治療に大いに貢献しました。鈴木次郎は未開拓だった脳神経外科学の領域の開拓に貢献した人物です。鈴木によるモヤモヤ病の命名と病態解明は現在も世界中の脳外科医が知る功績です。新生児約1万人に1人の割合で発症する先天性胆道閉鎖症、葛西森生はこれを救う根治治療方法として葛西術式を確立しました。これは胆道閉鎖症の治療として肝臓移植法が普及した現在でも行われています。医学系研究科医学部は本学の門戸開放の精神に基づき、これまで教育・研究の国際化を積極的に推進してきました。国際交流支援室を中心として海外の大学などとの部局間学術交流協定の締結や学術交流協定校との国際交流を積極的に進めています。震災時には東北大学も大きな被害を受けましたが、東北大学病院を中心に大学院生や若い研究者、医師、専門医療職の方々が被災地域への保健、医療支援などの多くの分野で活躍しました。現在でも東北大学の震災復興プロジェクトの一つとして設置された東北メディカルメガバンク機構をはじめ、大学を挙げて東北地方の復旧・復興に全力で取り組んでいます。医学系研究科医学部は東北大学病院や東北メディカルメガバンク機構と強く連携し、成果を世界に向けて発信し続けていきます。そしてトップレベルの医学教育および研究を推進することで医学・
医療の未来を切り開く人材を育成し、日本、そして世界の医学・医療の発展を推進します。